はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。さあ今日はですね、私ケイスケ先日やっとですよ、やっとタウンホール10のアチャクイの最大レベル、アチャクイがレベル40になりました。いやー本当にですね、長かったですね。本当にアチャクイレベル40になりまして、でクラメンからはですね、本当にもうヒーローがカンストすると世界が変わるよっていうのをですね聞かされておりました。で、あとはですね、ユニットレベルも最近上がりまして、フリーズがですね、つい、この間ですね、カンストいたしまして、で、その後にですね、ラバンのレベルを上げて、つい最近レベル3になりました。もう本当にですね、フリーズとラバンのレベル上がるだけで、もう全然長持ちする、日持ちするよっていうのもですね、クラメンから聞かされておりました。なので今回はですね、タウンホール10相手にですね、この空軍編成、今回の相手、援軍がいなくて、さらにですね、トラップの位置も甘い、マルチ的な配置なんですけれども、私、ケイスケ、空軍の練習を始めましたので、そちらの配置に対してですね、タウンホール10のマルチ配置の、ラバルの回し方、こちらをですね、やってみて、どれぐらいアチャクイがですね、えぐるのか、そしてラバハンドがどれぐらい長持ちするのか、こちらをですね、試してみました。というわけで、早速ですね、対戦リップの方見ていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで、今回はですね、タウンホール10季節カンスト、こちらにですね、攻めてみました。まあそうですね、ヒーローレベルも、相手ですね、カンストしてないし、援軍もいない。で、トラップの位置もですね、6時方向に固まってたりとか、なんですけども、まあ、とりあえず練習がてらやってみました。さあ、本当にですね、タウンホール10、季節カンスト、めちゃくちゃ火力高いです。さあ、見ていてください。レベルマックスのゴーレムを一瞬にして溶けていきます。ここから壁開けをして、両ヒーローを入れていくんですけども、はい、見てください。ゴーレムがですね、もうこの瞬間に、入った瞬間に溶けてしまいました。ね、本当にティッシュみたいでございます。さあ、そしてですね、ここから、カンストしたアチャクイの動き見ていきましょう。本当にですね、レベル30からレベル40に上がると、まあ確定数、季節に対しての確定数は36、7あたりで変わるんですけども、能力レベルが2段階上がるので、こっからクロークを発動していきまして、デスラや迫撃砲をワンパンで削っていきます。はい、正直ですね、ここまでえぐると思ってなかったんですよね。なんですけども、こんな風にですね、防衛施設をたくさん壊してくれました。さあ、そしてここからラバルパートですね、始めていきます。で、タウンホール10のマルチ配置はですね、中にインフェルノタワーとかクロスボウ固まっておりますので、両ヒーローで削ったところの逆サイド、今回はそうですね、8時方向をラバルで削っていって、で、真ん中をですね、ラバルが通過していくみたいな、そういった回し方の方がいいらしいです。なので、今回はですね、ちょっとやってみたんですけれども、ちょっとですね、6時方向にバルーンが寄り道してたりと、まだまだ改善点があるかなとは思っております。ですね、やっぱりラバハンドの持ちがですね、本当に長くて、まだ一旦弾けてない状態で、こんな感じで、あとはお掃除タイムみたいな感じでございます。いやー、タウンホール9で、両ヒーローレベル30、カンストしてから、半年ぐらいいたんですよ。なので、ヒーローがですね、レベル30の感覚っていうのが、今でもですね、強く残っておりまして、正直、レベル40になったら、ここまでえぐるんだっていうのに、大変驚いております。さあ、それではもう一本リプレイ見ていきましょう。今回はですね、ウォールブレーカーパートですね。ウォールブレーカーが事故っておりまして、本当は7時方向の対空砲を折る予定でしたが、折れなかったので、ちょっとね、空回し変えております。さあ、ジャイアントでワンクッション置いてからのババキン。で、迫撃砲が着弾した後に、ウォールブレーカー出す予定だったんですけども、忘れておりまして、普通にですね、巻き込まれてしまいました。はい、下手くそでございます。さあ、そしてですね、まあ、アチャクイは、こっちのアチャクイで処理しまして、さあ、こっからですね、レベルマックスのアチャクイがボムタワーを壊して大砲を壊すと、で、サイダーもワンパンで壊して、からのクロークで、こっからは水と大砲、迫撃砲と壊していって、なんとびっくりですね、
防衛施設アチャクイだけで6個も削っていきました。いや、こんなに攻撃力高いかと正直驚きました。だって見てください、9時の区画1区画もアチャクイだけで削ってしまいました。で、ここからラバルパートを投入していきます。本当はですね、7時の体育砲を折る予定でしたが、空回し変えてですね、本当は10時から5時方向にこうなんか通らせようかなと思ったんですが、急遽ですね12時から6時方向に回す形に変更しております。で、タウンホール10の、バルーンの投入数、最近聞きまして、ウィズ島に対してはバルーン3体、そしてインフィノタワーに対しては、4体、ドロスボーに対しては5体を、こうなんか投入していく、もしくはですね合流させてって、それぐらいの数が集まるように回していくっていう方がいいらしいです。というわけで、こんな感じで呪文を余らせて、全開取ることができました。そうですね、今回はまあ相手の援軍いなかったので、もうプランニングの段階で呪文余るだろうなとは思っておりました。で、タウンホール10の、プランニング解説の動画、あとはですね攻略法とかもっと載せてほしいですっていうリクエストをいただいたんですけれども、自分自身が本当に最近勉強を始めたばかりで、まだまだ勉強中の身なので、そうですね、むしろ、タウンホール10以上の視聴者様、いらっしゃったら、おいおいケイスケのクソ野郎、ここのバルーンの投入タイミング遅いぞとか、ここの呪文位置こうした方がいいですよみたいなアドバイスがありましたら、ぜひともですねコメントで教えてください。そして今回みたいに、マルチのラバルの回し方とか、あとはバルーンの投入数、こういった情報もですね、仕入れたら、どんどん動画に出していきたいなと考えております。というわけで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。